新竹県各地政事務所時4月1日至る6月30日広告行き未番景商登記土地及び建物、新竹県政府地政所表示、非継承人務1785人、以今年広告土地現図非計算未交達34億余元、ため保証民存継承権ます。各地政事務所詳細4月17日基盤に3場、未番継承登記列札広告説明会、共助民存完成継承登記。地政所差しで、行き番に継承これし不動産権利人死亡6ヶ月後裁判に、若行き番に継承、登記費最高罰20倍、懲戒1年なお未番に継承登記者、へ地政機関者名簿、上毎年4月1日広告3ヶ月、広告期みつるご行きなお未番に登記、省列札管理15年、列管期みつるご省より法移り受け財政部国有財産所公開表彰。地政書記納め無法番に継承登記的原因、包括府地費継承人有財産、継承人間協議無教式、継承人旅国外連絡不益、非継承人止め有債務及び土地値図費不高騰。この次広告中、非継承人務1785人、土地4498筆、建物73棟、期中単府で土地値図費最高優越区北市、約有9000万余元、その広告資料と交付罪不動産所在地及び非継承人原布石寺在安鎮一具祖及び村、里万寺所交付欄外、リング各地政事務所及び県府地政所阿弥陀なりと課茶順。地政所なり訂正、民法規定、子女体父母的扶養及び財産継承並びな性別際、金融扶養義務及び財産継承権利、リングほか、和解員ため無法街道全体継承人和樹新生児、吉行継承人後中一人ある数人、ため全体継承人的利益、新生登記ため全体継承人行動共有、非免行新生登記主事を納め罰不安ある面臨公開表彰等問題。ため保証民存権ます。各地政事務所記営受番3場説明会、4月17日上午9点30分有竹東地政事務所、4月24日上午9点30分有竹北地政事務所及び5月1日上午10点在新子地政事務所、歓迎民存等場参加並提出指準。